ダレン・マジアン・シャラービは、イギリスの俳優、格闘家、スタントマン。聖の、シャラービは、ペルシア人の名前に由来する。2015年に亡くなるまで、様々な映画、ドラマに、精力的に出演していた。1972年8月5日、イングランド・チェシャーにある、ストックポートにて、イランからの移民の息子として生まれる。7歳の時、 役者の演技を見るために劇場に早めに到着した際に柔道を教わる。ブルース・リーやジャッキー・チェンが出演している映画に出会ってからアクション映画への出演を夢見るようになる。14歳の時、デーブ・モリスとホレース・ハーベイによる指導の下、と消灯缶カラテを教わる。後にマンチェスターにあるジムにてボクシング、キックボクシング、ムエタイも教わるようになる。 16歳の頃には映画に出演し始める。1990年代初期に米ローガンから注目される。ローガンによれば、シャラービはローガンの自宅にて、ローガンが所有していた格闘映画を見て勉強しながら時間を過ごしていたという。ペルシアミラーによるインタビューでは、ローガンはシャラービが主演する映画の脚本を書き、マレーシアに向かうも予算不足になり、ローガンの仲間、 マーク・ホートーンは、シャラービにスタントマンをやらせたという。シャラービは演技の経験を積むため、1990年代に香港に移住する。香港で暮らす間に、ユエンウーピンから注目される。当時、シャラービは、ナイトクラブでボディーガードとして働いていた。1996年制作の映画、対局真剣に出演。その後、 シーズナルフィルムコーポレーションの創立者である、重え縁と、スタントマンである、ハリコグマにその才能を見出され、1997年の映画、ブラッドムーンに悪役として出演する。その後、ドイツの映画監督、オラフ・イッテンバッハと出会い、レギオン・オブ・ザ・デッドや、ビヨンド・ザ・リミットに出演し、劇中にて、蹴り技をはじめとする格闘術を披露している。 2007年制作の映画、インザネームオブザ・キングにて、ジェイソン・ステイ・サムとの戦闘シーンにおけるレイ・リオッタのスタントを担当した。2007年制作の映画、エイリアン・エージェントにて、マーク・ダ・ガスコスとの仕事を終えた後、格闘映画の制作に戻りたいと述べている。アメリカのテレビドラマ、ディーパー・デビル・バスター、2011年制作の映画、赤ずきん、モータル・コンバット、 レガシーにも出演。2010年制作の映画ボーンツーレイザーヘルではスティーブン・セガールと対決する役を演じている。2013年制作の映画ザ・パッケージではドルフ・ラングレンと共演している。2015年に公開された映画パウンド・オブ・フレッシュではジャンク・ロード・バンダムとの共演を果たす。2016年に公開された映画キックボクサー。 ベンジェンスでもバンダムと共演しているが、これがシャラービの最後の出演作となった。2015年1月14日、シャラービはアテローム性動脈硬化症に伴う心筋梗塞を引き起こして亡くなった。格闘家で友人同士でもあったスコット・アドキンスは、シャラービの死を Facebook 上で傷んでいる。ありがとうございます。